高位哲は、中華民国台南市出身の農学者、公衆衛生学者、政治家。2018年より、現職の台南市長。1963年、大々出身で医師の父、輝き高とイケル生の母との間に生まれる。妹の高知県は一つの中国及び、中国国民党を支持する、中天電子のキャスター。弟のイケルシウンは、 阿波校大学整合戦略、鍵中心の執行長。総統府秘書や行政院報道官を務めた稽こと技の父方のいとこ。大大在学中には政治系サークルに属し、1988年台湾農民、運動や三月学運にも参加していた。政治的立場を大きくことにする妹の存在と大大出身の医師という自身の経歴などから、 南部の花分鉄と半ば新中派扱いされた際には厳重抗議を表明している。対中関係香港の搬送中でもなど一連の民主化運動には香港市民支持を表明している。対日関係市長就任後、保坂直樹市内の男性外食店経営者、女性フルート奏者などの日本人を市の親善大使に任命している。新型コロナウイルスの流行では 友好都市を締結している日本の各自治体に見舞いのメッセージを発信している。代々とイエール大を卒業すると、社長邸や洋ラン陣営で選挙スタッフ、祖監査都市の助理など、民進党系立法委員の補佐を務め、1996年には国民代表に当選。行政院顧問や行政院農業委員会主任を経て、ハーバード大に留学。帰国後は、 台南県議及び2005年から4期14年にわたって立法委員を務めた。2012年の第8回中華民国立法委員選挙では、時点の中国国民党候補者をダブルスコア以上の差をつけ当選。2016年の第9回中華民国立法委員選挙では、小選挙区の全当選者中では最高となる76.46%の得票率で当選。 市長選の時期には文化資産を多く抱える台難のコンテンツツーリズム推進のために地元のクリエイターを支持し市の公認イメージキャラクター不条少女の制作人とコラボし各種選挙グッズを発注していた。しかし当選後は新鋭当初跡地を a c g 産業の拠点とする事業が停止し計画に協力していた地元審議から批判を受けている。 台湾で初となる市の契約職員採用で履歴書への顔写真添付を廃止を実施、容姿差別撲滅撲滅を推進した。市政評価以下のものは市長としての評価。2019年12月に行われた民調では市民の市長に対する満足度は62%から72%に上昇し、 市政府でのチーム機に対する満足度も56%から68%へと挽回している。貿易対応では市内の感染者数が6直轄市で最も低いことや公衆衛生の専門家としての機能の式ぶりなどから2020年4月に行われた天下雑誌による民調では高ともよと共に80%調の満足度となり6市長のうち2番目の高評価だった。 得票分布一時は、党内で新潮流系に属していたが、長らく無派閥の議員だった。来季よのりが、行政委員長に転じてその公認を争う2018年、中華民国統一地方選挙では、台南市長候補となった。高校、代々、ハーバードという学歴及び三月学運、学者、政治家という経歴が2回寄っていた、の後ろ盾もあり、党内予備選では、 優位を保ち、2018年3月に正式な党公認候補に選出された。民進党が伝統的に強かった対難でも、蔡英文一期目の失望感と体調の影響は免れず、元民進党立法委員だった祖菅佐都氏が無所属で出馬したことや、部所属の陳英和の予想外の得票などで支持者の票が分散し、これまでのような圧勝とはならず22県市の 主張当選者の中では最低の得票率だった。ありがとうございます。